金平一は朝鮮民主主義人民共和国の外交官。ハンガリー、ブルガリア、フィンランド、ポーランド、チェコなど欧州各国の特命全権大使を延べ31年に渡って歴任した。金日清と金聖愛の息子で金正日の異母帝。金英一は同母帝。金慶神は同母姉。名前の表記については金平日と書かれたこともある。 若年の頃から、護衛総局で、金日成の警護を任されており、護衛司令部総工車隊隊長や人民武力部の、朝鮮人民軍総参謀部作戦局、副局長なども務めていたとされる。金日成に風貌が似ており、また成績が優秀であったことから、かつて、金日成は、党は、金正日に、軍は、金平一に、政治は、金英一に任せると言っており、 金平一も、金日成の後継者の一人に目されていたとされる。金平一には、実母で当時県政のあった、金正愛が後ろ盾についたのに対し、後日パルチザン時代に生まれた、金正日には馴染みであった元老たちの支持があった。1973年に、金正愛の親族まで県政を振い出したことが、金日成の激凛に触れて、金正愛が失脚し、 1974年2月の朝鮮労働党第五期中央委員会第八回総会において、金正日が政治委員会委員に選出され、金日成の後継者として衰退されたことが正式に発表されると、金平一は権力の革新層からうんじられるようになる。1977年に金日成総合大学を卒業した。その後、金平一を、 権力の革新から遠ざけるために、欧州の東側諸国へ事実上放築されることになり、1979年に駐在武官として、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国に赴任した。1988年に、ハンガリー人民共和国において、地震初となる特命全権大使の職に就任したが、翌1989年に、ハンガリーの社会主義体制が崩壊して、 第三共和国が成立し、韓国がハンガリーと国交を開くと、チューブルガリア人民共和国大使に転出した。1994年に中フィンランド大使に転出した。韓国の当局者の話によると、同年の金日成の葬儀には帰国して出席したが、記録映像からは削除されたという。1998年に北朝鮮が財政上の問題から、 フィンランド大使館を閉鎖すると、同年1月から中ポーランド大使に就任する。2015年1月、17年間務めた中ポーランド大使を離任し、中チェコ共和国大使に就任した。金正日や金正文から疎まれ、帰国すら許されないとされた時期が長く続き、もしくは帰国した際に、平壌の自宅に軟禁されたこともあるとの憶測もあったが、実際には、 休暇等と称して、毎年家族と共に帰国しているという。2009年7月にも休暇のため帰国し、平壌に滞在していたことが、外国報道機関によって伝えられている。ただし、韓国当局者の話によると、2011年12月の金正日の葬儀時には、ポーランドから帰国せず、葬儀にも参加しなかったという。チェコ大使着任後はほぼ外出することはなく、 官邸と大使館だけを行き来するだけの日々を送った。2015年に、金正恩が在外公館長を一斉に召集した際には、北朝鮮に帰国している。2017年の金正男暗殺事件後には、金平一が次の暗殺の標的になることを恐れ、チェコ当局が監視を強化しているとも伝えられている。この殺害事件後、欧州で活動する脱北者団体が決闘を重視し、 金平一を亡命政府の主犯に据える動きもあったものの、平一自身は金正恩に対して敵意は示さず、一貫して中性を示してきたとされている。2019年4月頃より中チェコ大使を外れるとの憶測が相次ぎ、11月4日、韓国国家情報院が交代人事により帰国する見通しであると韓国の国会で報告。 11月29日までに帰国したことが報告されている。1988年ハンガリーの特命全権大使に着任してから31年間、一時的な帰国はあっても、本国への召喚は一切なく、金正恩が自らの体制を維持する上で、金平一をもはや脅威とみなしていないという推測などもなされてはいるが、帰国の意図について定まった見解は存在しない。 2020年4月に、金正恩の健康不安説が流れた際には、後継者として、西恩の妹の金、与えただしが有力視される中、脱北者で、韓国国会議員の大野長広明あかりに、後継者が与えただしであったとしても、権力基盤が薄いため、金平一にも注目すべきとしている。金日成、金正日、金正恩の家系図、ありがとうございます。